安貴料理は中華人民共和国安貴省の郷土料理。中華料理の八大名系の一つに挙げられる。中国の中部に位置する安貴省は海に面しておらず、南部には山が多く、中部、北部は長江、ワイガの流域として、純北平原を形成し、低湿地が多いという地理的な特徴がある。このため、山で採れる山野草、茶、タケノコ、キノコ、 野生動物や、カワウオ、スッポンなどの炭水産の食材を使う特徴がある。湘南部の鉱山の東南にある奇襲を発祥の地と、する味が濃く、比較的油を多く使い、とろみをつけて、こってりした料理が代表的なものとして知られる。ただし、カエルのスープなど、塩味だけのあっさりしたものもある。現在のショートである、ゴーヒシ周辺の料理の味付けは、 同じく港南に位置するチャンス商の順揚げ料理と通じ、省内では比較的甘い味付けとなっている。また、北部の防府市周辺では唐辛子、コリアンダーや醤油を多用する辛く濃厚な味の料理が存在し、省内でも異なっている。このため、南から順に、キシな、ナ、ゾイコウサイ、ソイジュンサイという3つの地方料理に買い分類される。現在は炒め物。 揚げ物も一般的であるが、紀州の伝統的な料理は煮物、蒸し物として作られているものが多い。独特の調理法として、なめしょうと呼ばれる、下味や湯通しなどをせずに、強熱した中華鍋に材料と合わせ調味料を同時に入れて、2分間ほどで一気に煮炒めする手法がある。南部の紀州は、紀州と呼ばれる商人によって、東新時代より発展してきた地であり、 古い町が散在している。希少は、茶、生薬などの地元の商品を売り、洋州の商人から塩や布地などの商品を買い入れて、流通させた。商業の発展に伴って、生活水準が上がると、文人も育ち、生薬に対する知識を持つ者も集まったことから、異食道源の薬膳に通じる、体に良いものを食べようとする気風が生まれた。このため、 豚の内臓を木薬と共に煮込む料理などが広く食べられている。観光総裁の場に用いられる正式な宴会料理では、66世や88世と呼ばれる冷菜、温菜、メイン料理を6つずつ、または8つずつ用意するという風習がある。暗記賞は中国各地の大都市に工場労働者やメイドを排出している地であるが、 暗記料理専門のレストランは中国においてもごく、稀であり、中国国外においてはけうと言ってよい。ありがとうございます。